お田たもも長田桃もから1943年7月18日は、日本の政治家。衆議院議員、淀町長、京都警馬倉ブ理事、大林組副支配人、旧姓、梅村。単語国与佐郡宮津で、旧宮津藩主梅村まばら影の三男として生まれ、梅村が助教をしていた、天教義塾で学ぶ。1891年11月。 おさだたの養子となる。日本法律学校で学び、1894年同校を卒業。淀町長、秋田部産社長、六甲土地取締役、北線産業取締役、奈良電気鉄道専務のほか、国有財産調査委員、京都競馬クラブ理事長などを務める。京都府の会長、帝国の会議員、京都府畜産組合総合会会長等を経て、 1917年4月、第13回衆議院議員総選挙で、京都府軍部より、衆議院議員に当選。その後、第14回、第15回、第18回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算4期を務めた。奈良電気鉄道の設立の中心人物で、設立後は、専務取締役として、同社を経営する。 その後、ご子鉄疑獄で、横領容疑で逮捕され、裁判で、有罪判決を受ける。晩年は、淀で、ギーと機械研究所を経営。娘のタキ子が、谷川鉄造に嫁いだため、谷川慎太郎の母方の祖父にあたる。父親の梅村まばら影は、天保4年生まれの宮津藩市で同地で私塾を、開いていたと言われ、1877年頃には、 天教義塾の助教を務めていた。民権をどなり三種国会を騒ぎ散らし、あちらこちらを飛び回り口すぎをしていたが、1881年頃にキリスト教に入信し、天教義塾幹部では最初のキリスト教徒となった。ありがとうございます。